ポントス地方ポントス王国最大領域ポントスはアナトリア地方の国会南岸、特に南岸の内東部の地方名であるヘレニズム時代よりの歴史を有し、現在はトルコ共和国領内に属している。なお、ラテン語表記に基づき、ポントスとも呼ばれる。ポントス王国は現在のクズルールマク川が発祥の地となり、当初はアケメネス朝の続国的な位置づけにあった。 ペルシア系の王朝として、ミュシアにあったキリシア都市キウスを治めていた、アリオバルザネス一世やミトリダテス二世が、初期の王として知られる。ディアドコイ戦争では、アンティゴノス一世に服属するが、アンティゴノスの戦死により、ミトリダテス二世は、紀元前281年に、ポントス王ミトリダテス一世と称して、独立した。肥沃な土地に免穀物などが豊富にれ、鉱物資源も豊かであり、 結果的に、ポントス王国は、強大な国家へと変化していく。ファルナケス一世の頃、近隣諸国に進出し、シノプを占領し、以後この都市が、王国の首都となったが、同じヘレニズム系の国家であった、アンティゴノス朝マケドニアやアッタロス朝ペルガモン王国が、共和制ローマへ並行され、セレウコス朝やプトレマヨス朝が衰退する中で、ポントス王国も、 ローマの圧力に直面することとなった。紀元前120年に即位したミトリダテス6世は、コルキスやボスポロス王国を服属させ、スキタイ人を破って国会沿岸を制覇した。さらに、ローマの属国であったビチュニアやカッパドキアへの侵略に及んだことから、ローマはこれを口実としてミトリダテスと戦争状態に突入した。紀元前88年から3時にわたる、 ミトリダテス戦争で、ポントス王国は敗北を喫した。紀元前63年に、ミトリダテスの息子、ファルナケスがミトリダテスを自殺に追い込み、ローマに降伏したことで、ミトリダテス戦争は終結した。ローマ軍の司令官、グナエウス・ポンペイウスは、ファルナケスを後継のポントス王に任命した。ポントス俗州の一ポントスは、 ポンペイウスの勢力下に置かれることとなったが、ポンペイウスがガイウスユリウスカエサル派との内戦状態に突入したことにより、ファルナケス2世は周辺地区への侵略を開始したが、ポンペイウスを破り、エジプトを抑えたカエサル率いるローマ軍に、ファルナケスはゼラの戦いで敗北した。ゼラの戦いでの敗戦後もポントス王国はしばらく、 存続したが、ネロ定在中の64年にポントスは、ローマのポントス属州へと移行した。ネロは、ポントスを、ポントスガラティックス、ポントスポレモニアクス、ポントスカッパドキュースに3分割した。3世紀半ばには、パルミラ王国の攻撃により、カッパドキアと共にその参加に組み込まれたが、272年までに、ローマ帝国へと復帰した。九十五年頃、 ディオクレティアヌス帝は、アルメニアの一部も含めて、ポントスを四つの属州に再編した。東ローマ帝国のユスティニアヌス一世は536年に、ポントスを、ポントスポレモニアクス、ヘレノポントス、パフラゴニアへ再編し、7世紀以降のテマ制へと引き継がれることとなった。東ローマ帝国の支配が徐々に弱まる中で、ポントスには東ローマより独立した国家として、 トレビゾンド帝国が1204年から1461年まで存続した。トレビゾンドが滅亡して、以降はオスマン朝の支配に服することとなり、オスマン朝が1922年に滅亡した後は、トルコ共和国へ帰属している。ミトリダテス1世、ファルナケス1世、ミトリダテス4世、ミトリダテス5世、ミトリダテス6世、ファルナケス2世、ダレーオスポーレモン1世、 ピュートドリダポレモン2世、ありがとうございます。